後ろのパネルは3つくらいに分けていきます。毛束を人差し指と中指で挟みます。ピースで挟む感じですかね。巻き上がりました。はい、それでは反対側巻いていきます。反対側を巻き終わりましたら顔周りと前髪を巻いていきます。また分け取ります。分かりやすいようにちょっとサイドも一緒に留めていきますね。留めながら巻いちゃいます。で、まあ、手ぐし通していただいて毛並みを整えていただきます。私が自分で巻くときに自分の利き手は右手なんですが、右側を巻く際にアイロンの先が鏡を向くようにアイロンを入れることが多いです。こんな感じでスルーしながら外跳ね、肘がね疲れますけど我慢して、内下なんで内外だけにしましょう。ここ髪の毛を後ろから前に持ってきた時にこの後ろの毛を外内外に3段巻くとこっちが若干上がるんですよね。上がるとこういう風にね毛束が見えなくなるので、そういう意味もあって一番下の段は内外の2段にしてます。で他は3段で巻いています。でこっち側はまあ先ほどと同様繰り返しですので、もう一段だけお見せします。でアイロンスルーですね。中間ツヤ出して、で毛先ワンカール外はねです。で内巻きです。波ウェーブを作るときにちょっと躊躇してしまって途中で止まったりするとガタンと跡がついてしまう原因になるので、もう狙いを定めてここまで来るって定めたらもうそのまま勢いよくグーッと下ろしてくるって止める、鏡を見ながらやると一番いいと思います。グッグッグッちょっと押します。で離します。一カールがつきました。こちら側と同様なので後ろ巻き切ってしまいますね。はい、それでは後ろ巻き終わった状態です。サイドいきます。2つに分けます。どの辺で取るというよりは毛の量で判断してもいいかなって思います。絶対こうこめかみの横からスライス取らなきゃいけないとか特になく、ただ束の厚みで判断していただいていいと思います。で巻きます。スルーしていただいて外はね、内巻きいきます。押し合います。はい、でここら辺をこめがけて外跳ね、もう一回いきます。でこれ肘がこう下がっちゃうと波が斜めにこうなっちゃうので、肘上げると綺麗にできます。肘頑張ってください。はい、最後いきます。手ぐし通してスルーして中間ツヤ出して、ちょっと押すことによってこの上の部分にカールがこう手に沿ってついてくれるので押すのがおすすめ。そしてはい、この辺めがけて最後外跳ねつけていきます。肘上げながらでストップです。はい、つきました。では今度は下にだけねカールがついてきてる状態ですので、全体のバランスを見ながら直していきます。はい、では表面少しだけ動きを出したいので、またそうですね、鉢の部分かな、いやいや取ってあげて波を追加していきましょう。波を髪の毛の長さに合わせて、もう一回いきましょうか。はい、ちょっと表面だけ上からウェーブを足しました。じゃあもう少し、あと3本ぐらいやりましょうかね。今までベースはここで巻き終わっているので、もう少し上から動きを出したいのでさらにカールを足します。そうすると4段の波と3段の波ですね。顔周りにも1本いきます。
もうほぼほぼ軽いここついてるのでね、ちょっと軽めに入れ直そうかなぐらいで大丈夫です。でここ押してあげないと、コテの丸みを利用してつけてない、グッ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 と押した方がナチュラルなカールが出ます。はい、ウェブが出ました。でこの流れで顔周りも反対側作っていきましょう。これも波にします。今回は全部あえて波で作っていきましょう。はい、カールができました。で、こっちもですね、外羽、内巻き、はい、髪の毛の、ね、長さがそれぞれカットで少し段が入っているとそれに合わせて髪が動いてくれますね。はい、じゃあ反対側も入れていきます。じゃあ反対側の表面も入れていきます。ちなみにもしこのトップがペタンとしていたら、少しまた取ってあげて、このアイロンを挟まずに丸を利用してあげて、で分け目よりやや倒す感じで、ふんわりとした毛を少し作ってあげると印象が変わるかと思うので、もしペタンとしていて気になるなという方はこういった感じで入れてあげてもいいと思います。はい、反対側も足していきます。もう十分カールついてていいかなと思ったら、アイロンはこの上だけカールを足す感じでもいいと思います、お好みで。はい、ちょっとこっちは顔周りからいきますね。でちょっと根元立ち上げようかなとか、こういう感じでコテを使います。前髪最後に内巻きに入れます。はい、で今ここ巻いたんで、次どうしようかなとバランス見ながら、足りないところどこかなという感じでつまんで足す感じで大丈夫です。例えばここまでしっかりカールついてるんで、ここだけでもいいかなっていう風にやってあげても大丈夫です。もう一回いいかなみたいな感じで、でもう一本足します。撫でるとサッサッサーとできると思います。押しましょう。前髪ですね。前髪をちょっと切ったので、前髪がちょっとうざくある感じなんですが、前髪は長さに合わせて、長い方は全部波でもいいですし、私みたいにちょっと短めの方はワンカール前に引き出して内巻きで大丈夫です。ちょっと私の場合は若干ですね、ここに割れる癖がついていて流しづらいんですよ。なのでちょっとコテを縦に入れたりすることもあります。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで巻き終わりました。今日は外羽から始まる波ウェーブで仕上げたんですが、動作さえ掴んでしまえば内巻きから、毛先が内巻きから始まる波ウェーブを作ることも可能です。お好みでぜひやってみてください。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。